じゃあこれで本見に行ったらいいみたいです。行きましょう。さあ本見来ました。10分後ぐらいです。あ、これですね、来るらしいです。12時36分ね、でそのまま川崎駅から豊橋駅前まで直通で行けるみたいですね。ほーな、やっぱ田原市ですね、コミュニティバスも走ってるみたいですね。普通に来たら4、500円とかかかるのかな。でそこが そう、バスセンターもあるみたいですけど、営業所でそこにバスの車庫もありますけどね。あれバス停の位置上直接ここに帰ることができないんで、どこかで折り返したりするのかな。多分次乗るバスはここから上がってくるんですよね。まあもしかしたら奥から折り返すとこがあるのかな。何せ初めてのところなんでわかんないです。あれですね、今日は私は大丈夫、私奇跡的に大丈夫ですけど、トイレはそこのフェリーターミナルで済ませておいた方が良さそうですね。道中はないな。でアクセスがいいんで、ちょっとねそこら辺で借りたりとかっていうのも10分だとちょっと厳しいですよね。で多分この10分他にあるんで、まあ個人宅なんてあれですけど、これはまたホシノさんがラークカラーで走った頃ぐらいでね、あの星野和義さんがうわーすごいな。私がよく知ってるあのベネトンなんかでね、ルノーなんかで使われてたのマイルドセブンのマークと、もうまた違う、一つ前のやつですもんね。まあベンチもあるし、ゆっくり待っとればいい感じですね。元気もあるんでね、時間潰しは昼間だったら全然問題なさそうですね。ファミリーマートもありますしね。で時刻が12時28分、あと8分。あーでも便利ですねこれ。他にも、やはりこの切符使われる方も多いみたいですね。道中は、やってるのかな、やってなかったらカットすりゃいいか。またバーチャル散歩の形でね、Google Earth 使って道中の道のりはアフレコで入れると思いますけど、なんか南国の方に行くとアスファルトがなんか参考書マジックやつなのかな、あの白いことになるんですが、あ、やっぱどっかで折り返してるところがあるんだ。 U ターンしてこっちの方に、まあ着回し場はあるんでしょうね。なるほどな。多分あの笹川のジャブエのバス停四日市市民でも何人分かるのかな、あの笹川にある笹川ジャブのバス停のところみたいな感じのロータリーがあるんじゃないかな、折り返してとか、もしくはなんだ、あそこ何だったっけ、鏡島、鏡島のところにあった終点のバス停のところ、あでもあそこはそのまま着回しができて車庫にキュッと入りますもんね。ちょっと違うか、残ってるかな映像あったら出しときますけど、回は出しときます、出せるはずなんで出しときます。その前後のね、確かね、やつはね、結構再生が入ってて、あの、鹿児島工房、さんのね、工房大使様の、あの、聖地のところ、あそこは再生がそれなりに入っとったんで、確か2000再生とか入っとったんちゃったかな。ですんでね、その後のところに、ね、そこから歩いてた時に見つけたところなんですけどね。
さあ、なんて言っとったらいい天気です。ちょっと暑いかなぐらいですね。ちょっと肌暑いかなぐらいのまでは来てますね。風力発電もちょうど風力発電もそのいいぐらいのあれですね。ちょっともうちょっと風があった方がいいのかな、うん。まあ、上空ならこれでも十分もあるのかな。回ってますしね、うん。不思議ですよね。もっと扇風機の羽みたいになんか分厚くないと、うまいこと回らんちゃうのって思いますけど、扇風機と違って横の風で受けるんですよね、多分確か。だからヨーロッパは偏西風を受けるのに南北の向きに、南向きについてもこの正面から見た感じだからね。ってならねえ。暁天なんだ、何だもこれ。暁天じゃないよな、行天か。音読みにするから行天座禅会。毎週土曜日の朝6時からやるんですよ。はい。社長社夫とお話しする、やるみたいですね。なるんですね。何が怖いって、今朝の4時起きなんてワンちゃんおじだったら来れるのが怖い。これか、ねえ、ちょっと失敗。お年寄りバスが、長良川駅です。